プロ野球。それでは、ジェラセントラルリーグ公式戦2021開幕戦、読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、両チーム、監督、コーチ、選手の入場です。はじめに、先行横浜 DeNA ベイスターズの入場です。まずはコーチ青山道夫、すごい子供たち、島村大輝、木塚敦、川村拓郎、長池康夫、小池正明、新沼修司、続いてノンスターティングメンバー、伊勢博文、石田健太、西間和樹、山崎康明、平田翔子、砂田良樹、池谷壮太、国吉勇輝、葛西高政、小柱康隆、山本雄大、中井大輔、倉本俊彦、大和、宮本修明、上里和樹、細川誠也、続きまして
スターティングメンバーの入場です。1番センター桑原正幸、背番号1。2番ライト関根大輝、背番号63。3番ファースト牧秀悟、背番号2。4番レフト佐野圭太、背番号7。5番サード宮崎敏郎、背番号51。6番ショート柴田達弘、背番号31。7番セカンド田中俊太、背番号38。8番キャッチャー峰井ひろき、背番号39。9番ピッチャー浜口春弘、背番号26。なお浜口投手、新井選手はブルペンで調整中です。そして横浜 DeNA ベイスターズを率いるのは背番号81、三浦大輔監督です。続いて高校読売ジャイアンツの入場です。まずはコーチ本木大輔、後藤浩二、石井拓郎、村田修一、宮本勝智、
3番ショート坂本勇人、背番号6、4番サード岡本和真、背番号25、5番センター丸義弘、背番号8、6番ファーストゼラスウィーラー、背番号48、7番キャッチャー大城匠、背番号24、8番レフト松原聖也、背番号31、9番ピッチャー菅野智之、背番号18、そして読売ジャイアンツを引き当てた背番号83、原辰徳監督です。セントラルリーグ公式戦2021開幕戦を戦う監督、選手、コーチが勢ぞろいいたしました。皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。続いて国歌演奏を行います。